はい、皆さんこんにちは。ステージアライブスーパースターの元気なおじいです。さあ今回はね、びっくりですね。このトップが見てね、てちゃんね、前回の動画でね、IBDO501HW ね、速度規制受けたって方がいるよってことでね、でリンクもいただいたんですけれども、そのご本人様からねコメントをいただきました。ご投稿いただきましたね。ありがとうございます。で、まずはね、内容を見ていきましょう。はい。ね。鍋ロコさんです。ありがとうございます。こんにちは、おじ。501HW で 70GB で制限されてたです。まあ、2社の方は知りませんが、まあ、それがね、一番いいと思います。ね。まあ、大学に来てからね、今日になりましたことはありがとうございます。IBDO 施設広報の元気なおじいです。ありがとうございます。そう見ていただいてね。で、まあ、大体簡単な流れをね、こう、ちゃらちゃらっとこう、まあ、見て、まあ、重要なポイントをね、ちょっとこう見ていきたいと思います。で、まあ、今回の内容はね、ここだよね。はい。4月の20日、ね、まあ、夜中から、制限を食らいました。0.01 Mbps から、5Mbps の規制を受けました。ね、で、21日朝9時に浅草支店へ直接電話されたそうです。ナベロコさんね。それで受付の女性と一緒に、やっぱこれどこも一緒ではね、リセット。で、復旧せず。で、再度、テレ、つながらず。で、メール、まあ、ツイッターも参考にとね、説明をして、それで13時に IBDO から電話があって、シャンマリオン ZT を送りますよっていうね、まあ、確約をいただきましたという。で、鍋ロコさんは 501HW をレターパックで返送して、夕方15時にポスティングして、翌日に3時到着。で、23日の、ね、10時にはシャンマリオン ZT が到着しましたっていうね、まあ、そういう流れです。で、これもね、受付の女性と一緒にリセットっていうことはね、多分本体のリセットだよね、多分パスワードを伝えて、要はね、宣言してるで、解除した段階で本体のリセットをしたけども復旧しないっていうことで、これでシャンマリオン ZT を送りますよっていうね、対応で、この内容についてね、やっぱ一番みんなが心配だったのが、その対応の速さと、それから経費についてだと思うんだけどもね、まあ、今回のこの内容も、よいしょ、まあ、おじいが前ね、記載した内容、そのまんま裏付けの内容があって嬉しいです。今回の代替分についても、レターパックも同行されてて、なかなかの対応だと思いますということでね。で、まあ、サンマリオン ZD の、ね、使用量をゼロにしていなかったことが謎です。これはね、他の方もいたね、ちょっと容量があったとか、あと自分の場合、これピンポイントで使えるんでね、ちょうど中途半端のリセット日が月末になってるんだけど、まあ、その時の状況によってゼロに知らせる場合もね、あるかもしれないですね。これね、それで、やっぱりね、ここの内容を見て思ったのが、やっぱ元気なおじいがこの iVideo の一番最初 の無償レンタルでね、うちども使ってよって使う時に、まあ、いろんなことを疑問を最初にね聞きました。で、その時にね、やっぱみんなに伝えてるんだよね、万が一来てくれたらどうなるんですかっつって、でその回答がまあもう即お客さんに落ち度がない状態でね、速度規制された場合は復旧できなかったら、在庫があればね、その場ですぐに対応しますね、断崖を送ります。で、その場合も経費とかね、よくあるでしょ。例えば他のね、まあ、いろんな会社があるでしょ。ポケット Wi-Fi のレンタル会社って、この国内にたくさんあります。で、まあ、その中でね、例えば一定期間以上過ぎないと交換受付も対応しませんっていう会社もあるだろうし、で交換はしてあげるけど、その交換の往復送料はあなた持ちだよとかね、そういうところがあります。で無制限のプランでね、ちゃんとその内容で契約をして、お金を払って使って、もう使ってる方は何も落ち度がないのにね、
なんで岸食らっちゃったのってやっぱ疑問になるわけで、そこでどうしてあのいついつまで待たないと交換をしてくれないのかとか、いやどうして往復の送料を持たなきゃなんないのとか、やっぱそういう疑問が出てくるわけなんだよね、普通消費者としては。で、なんていうのかな、あのそういうやっぱ不満を持ったお客さんもいるのは事実なわけで、そういうところに引っかかった人はね。それでそういう不安、もし自分がなっちゃったらどうしよう、自分があのそういう業者でレンタルしてて、まあ自分は規制されたいからいいけど、でも自分が規制されちゃった場合のことを思ったら多分慌てると思うんだよね。だからそういうことがねないように、おじいはアイビデオに改めて聞いてたんだけども、やっぱあのもう在庫があれば即交換対応しますよっていうね、あのお客さんの方にね負担はかけませんよっていう、その担当者の方からねこう聞いたんだけども、それが今やっとあの目に見える形でこうしてコメントをいただいて、まあ裏付けができたっていうかね、ちゃんと証明ができたっていうことになります。やっぱりね、あのアイビデオの場合はやっぱ旅行者を主にこうレンタルしてる会社であるんで、やっぱゴールデンウィークとか年末年始とか当然ね、お盆休みとかそういうところも平日と同じように営業してね、やっぱ稼ぎ時っていうのもあるんだけどもね、あのそういった形でね、サポート体制もね、土曜日だろうが日曜日だろうがね、稼ぎ時であろうがなかろうが、土日とかもちゃんとサポートしてくれてます本当にね。だから逆にね、日本のね、カレンダーの休みだからね知らないよっていうところに比べたら、アイビデオのサポートっていうのはやっぱ皆さんにとってもね安心だと思う。おじいもねそう思ったの。だから個人的にね素直にそう思ったし、自分が規制されなければねあのいいんだっていうじゃなくて、やっぱ自分の安心はみんなの安心、みんなの安心は自分の安心ってことでね、やっぱそういう情報を共有するっていうのがやっぱこういうインターネットの中のねいいところであると思うんだよね。ただ本当にあの今回の流れというのはおじいびっくりするようにね、まあ、そういう情報がパラッとあってすぐに拡散して、あのわーっとなんかねあの火がついて話題になったらしいんだけどもね、ちゃんとあのその情報もおじいのところにね耳に来て、でそのご本人様もねまさかおじいのところ来て書き込みしてくれると思わないんだよね。本当おじいもびっくりしたんだけども、ね、本当にありがとうございます、ね、もう感謝感謝感謝です。それでね、あと興味深い内容がねこの後続いてたんだよ、おじいとしてはこの後なんだけどもね、ありがとうございます。このねおじいは501がねものすごく気になってたんだけども、ね、ここの部分501と304を比べてみて、501は厚い狭い、あのねちっちゃくてコンパクトで丸みがあってねデザイン的にいいなと思ったんだけど、厚みがあるんだねこれってね。厚みって結構ねバッグに入れた時にねやっぱちょっとネックになったりするよね、そこがね。でバッテリーの残量表示に数字の記載がないっていう、ああ写真あの規制された時のね写真をツイッターにアップされてたんだけど、その写真を見たら確かにねあの電池のマーク の1個2個3個4個ね、あの Wi-Fi の電波とかああいうのと同じように1本2本3本4本みたいな、それぐらいしかなかったんだよね。あれはねちょっと不安になるよね、残り1個とかねであとねアップロードがダウンロードとほぼ同じスピード、これね501の方大体見るとねおーって動画多いと思うんだけど、おじいちょっとこれにはびっくりなんだよね。今場所によるっていうのもあるんだろうけども、あの304使っててそんな出ないんだよね、おじいの場合ダウンロードとアップロード、やっぱねダウンロードは早いんだけどアップロードがそんな出ないんだよね。だからね、まあ、そこのところはこの501のやっぱあの機種によるメリットなのかなとも思ってます。であとね規制を食らってもあのアップロードほぼ落ちなかったっていう、アップはほぼ落ちなかったって、ここみんな知ってた、これあの規制を食らうってダウンロードが規制食らうって知ってた、これあのってことはワイバックスとかそういうのも全部そうってことだよね。ダウンロードして YouTube とかああいうのが見るのに引っかかっちゃうけども、あのアップロードする分には全然大丈夫ってことなんでしょ。ってことはおじいみたいに配信する場合は
どうなんだろうね、コメントとかがやっぱ引っかかっちゃうから、一方的なあれなのかな、まあ、不具合起きるのかな、どうなんだろうね。でまあシャンマリオン ZT はね薄いね、幅が広い、でも画面の字がちっちゃいで老眼入ってるのにちょっとつらい。もうねおじいすごいわかります。それ、ね、おじいももうね老眼なんでね、ほんとつらいです。小さい文字になればなるほどね結構きついです。確かに501見やすいもんね、写真見るとね。おじいはこの304しか使ったことがないのでね、まあ、こんなもんかなと思ってるんだけど、ね、ただあのタッチがね、あの反応したり反応したくなったり、もうこの手の水分のなんていうかな、もうあの電気の流れ方がなんかだん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 弱くなってくるっていうのが、ね、スマホいじってでもさささささっていかないでね、もうもうこのタッチパネルっていうのは便利なようで、だんだんね我々世代から上にとってはちょっと厳しい仕様であるよね。やっぱ電話なんかでもね、ピッポッパッポッパッポーのあのボタンがあるとね、ものすごい安心するよね。ね、まあ、ちょっと横道脱線すぎちゃうんだけどもね、今回そんなわけでね、ナベロコさん細かい情報提供本当にねありがとうございました。そんなわけでね、今回の一連の件、おじいはね前から言ってたようにアイビデオの場合は本当にね臨機応変、やっぱユーザーのことを思ってね、とにかく信頼第一に本当、まあ、丸くねちゃんと解決してくれる会社です、ここはね。だから本当にね、些細なことに向きになってね、お客さんと対立したりとかね、そういうところのない平和な業者さんなんでね、アイビデオっていうのは。だからこそおじいがね、この1ヶ月間のお試し期間過ぎた後もね、やっぱ細かい情報なんか続けてるっていうのはね、そこのところもやっぱ大きくあると思います、ね、やっぱりね、おじいもそうだよね、やっぱ、まあ、2箇所のレンタルしか使ってないんだけれども、でもやっぱ一消費者である以上はやっぱ気に入ったところっていうのは、まあ、いろんな意味で気に入るよね。安心感もあれば実際使い勝手してていいし、あとそのレンタルの方法、支払い方法にしてもね、やっぱ自分にとっては不安がない、都合のいいやり方ができるんだよね。だからあとピンポイントでやっぱね、レンタル開始日も選べるしっていうね、あと延長なんかもだから、あちょっと今回めんどくさいなと思ったら2ヶ月分まとめてとか、そういうこうかゆいとこにね少しでもこう手が届くっていうか、自由度のある内容なんだよね、アイビデオの場合は。だからまあ他にはね、真似しようと思っててもできないものがアイビデオにはあると思うんだよ。で逆にただ一つね残念なのがね、ホームページがね、もうかなり改善されて良くなってきたんだけど、それでもねまだなんかこう色がないんだよね、ちょっとね。やっぱ他のとこの会社と比べてみると、やっぱこうバナーとか漫画とか、あと色使いとかね、そういったものでこうなんかこうイメージ的になんていうのかな、こう引きつけるものがあるんだけどね、アイビデオの場合はちょっとまあ、文字がメインでね、まあ、あとバナーがちょっとピラピラとはあるんだけども、ちょっと華やかさに欠けるっていうのとね、あとやっぱ全体的に漫画が少ないんでちょっと分かりにくいっていうのがあるんだよね。ほんとこのとこね、なんとかしたらかなりイメージ違うと思うんだけどね。もうそこだけなんだよ、もうサービス内容とか商品に関しては、まあ、こうやってもう間違いのないことがね証明されるし、で万が一何かあっても安心なのがアイビデオっていうのはね、こういう時のことをおじいは言ってるんだよね。で、まあ、今日は4月のね23日20日間使って、まあ、70ギガということでね規制食らったってことなんで、おじいだったらもっと全然前に食らっちゃうもんね。本当今日現在、おじいはね111ギガ使ってありますね。111ギガ、23日、ね、111を23って言われるとどのぐらいなんだろうね。111を23、111割る23は
今回少ないね、今月はね。まあ、昨日も一日お風呂行ってたしね、4.8260.8696 ね、4.8 ギガです、一日あたりね。だから 4.8 ギガっていうことはをかける、おじいがもし8日間使ったとしたら96ギガでね、あ、そうか、8日間で70ギガと8日間でおじいは96ギガだから、そんなに変わんないよね、26ギガ。あ、まあ変わるといえば変わるか。半分が35だもんね。35の70の8と105だからね。9ギガしか出ない。そうか。そう考えるとね、うん、そうだね。30% ぐらいおじいが多いっていうと、これを大きいと見るか、ちっちゃいと見るか、もう分かんないね。25ギガの差がさ、大きいのかちっちゃいのか、おじいには本当分からない。使わない人から見てみたら、当然ね、7ギガで足りてる人もいるわけだからね、そういう人から見たら25ギガって言ったら大きいだろうしね、i ビデオで前一時的にあった50ギガプランっていうね、au の、それから見たらその半分だもんね、結局ね。まあ多分大きいのでしょう、きっと。そうすると多分あれだよね、鍋横さんの場合も8日間で70っていうことは、まあ100ギガプランではやっぱ足りないグループってことだもんね、結局ね。そんなわけでね、情報ありがとうございました。サンマリオン ZT の場合はね、もう通知もね、何も来ないと思います。本当に逆に寂しいかもしれないんだけどね。あと、まあ、501の場合だとワンシグとかフルシグのテレビをなんか転送して見れるから、まあ、それが嬉しいよっていう方もいたんだけどね。ただおじいの情報では受信感度がそんなに良くないんで、あの機能はあるんだけどもないようなもんだよっていうネットの情報もあるし、人によってはね、いや見れてるよっていう人もいるし、ここはちょっとおじい分からないんだよね。まあ、テレビがあったらどうなんだろうね。大きいテレビに映すこともできるし、あ、大きいテレビに映しても意味ないじゃん、よく考えたら。テレビだもんね。何 iPad とかああいうのに映すことができるってことかな。でもインターネットで他に見たいものいっぱいあるだろうからね、テレビ見たかったら普通にテレビ見てればいいから、うん、まあどうなんだろう。まあ脱線しちゃうからね、ここら辺までにしておきましょう。なんとか17分、ちょっと伸びたくらいかな。そんなわけで、ね、何回目だろう、終わろうと思って、染みくると思って何回もエンドレスになっちゃうね。ごめんね、おじいの動画こんな感じで。そんなわけで、この動画をご覧の皆さん、おじいの知らない世界でね、とても楽しく盛り上がってる皆さん、 i ビデオは万が一の場合も安心サポートです。これが月の頭でね、もう借りて2日目3日目4日目で起きても、今回のようにね、もう在庫があればすぐに交換してくれます、ね、大丈夫です、安心です、ね、i ビデオだったらすぐ交換してくれます。お客さんに落ち度がない、ね、故障とか使えなくなっちゃったっていうものはちゃんと i ビデオがね、こうしてレターパックの経費もちゃんと見てくれて、それでちゃんと交換対応してくれます、ね、利用者のお客さんの方はね、毎月 の利用料を払ってるわけなんで、もうその中にね、i ビデオのね、そういったサポートもちゃんと含まれてます、そういうのはね。ただし落としちゃったとかね、自分が悪くて壊しちゃったとか紛失したっていうのはそこの保証がないので、おじいがおすすめする楽天安心レンタルプランだけかね、保証、ああいうものに入っていただくと安心できるかと思います。ただ面積はね、5000円かかります。5000円かかるんだけども、万が一の場合だからね、まあ、そちらの方を使ってもらうのもいいと思います。そんなわけで締めくくりたいと思います。鍋横さん、ありがとうございました。この動画を見てる皆さん、安心してください。そんなわけで i ビデオありがとう100個。